よ、また会おうって言わなかったっけ。ああ、そっかそっか、親もいるんだ。そりゃそうか、これは面倒だな。おい、それはどういう。あ、やってくれたな、クソ親父。また息子に恥をかかせてくれたな。親父は俺がぶっ倒す。リズもいいね。ああ、しゃあ行くぞ。ちょっと待った。なんだよ、まだ逃げ切らねえってのか。ああ、お前の両親については離れたところから護衛の監視をつけてる。見ろよ、ほら、お前が親孝行するためこっそり応募していた温泉宿泊券が当選したって嘘を信じ込んでる。安心しろ、食事は海鮮と肉で選べるし、アレルギーも申告すれば対応してくれるぞ。お前の兄貴戦わないだろ。目を見りゃわかる、何かきっかけがないと爆発できないタイプだ。きっかけは与えてやったつもりだぜ。お前も苦労してきたってわけか。リツ、てめえの潜在能力は兄貴以上だ。そう思わないと人生つまんねえだろ。俺だってそうだ、親父なんかより。五鳥という最高幹部の一人だ。植物使いの峰岸、やつの植物に捕まったら最後締め上げられて養分にされるって噂だ。お前ら、よし行くぞ。リツ、ようやくたどり着いたぜ。待ってろよ、親父。よし、行こう。なあ、リツ。お前、なんでそんなに協力的なんだ。おお、見せてやるよ。スカッとする決着をよ。出たな。島崎、あいつは敵の動きを読むテレポーターだ。まずは俺が。先に行け。ありゃ一人じゃ無理だぜ。組織の中でも最強の一角だ。だからこそだ。その代わり父親を止めろ。必ずだ。約束するぜ。やっぱりお前がいてよかった。行け。本当はこうなる前にやっつけるべきだった。今まで力不足だったから黙って見てるしかなかったが。そこまでだ。親父は力を悪用するが、俺はこの力で正義を示す。決着をつけてやる。ここまで来たぜ。爪はもう終わりだ。ん？今さら父親面かよ。俺の意見なんか聞いた試しもねえくせに。さあまあ見やがれ。その20年を台無しにしてやったぜ。俺はもう五兆並みに強くなった。姉ともまともに戦え。笑わせるな。親を見くびるなよ。近づくだけで発動するクソ強力なバリア。それがてめえの本当の能力か。それなら。舐めやがって。これが俺のとっておきだ。3ヶ月溜めたエネルギー、超人ボム。さあ、正義は勝つ。問題ない、ちょっとした反抗期なだけだ。そうか、今のは3ヶ月分だぞ。イコール世界を征服できるって答えになるのかよ。聞いたか芹沢、やっぱりこの男はどうかしてる。強力なバカが一番厄介だ。一緒にすんな。どこかだ。何、まさかその準備って兵隊集めじゃなくて。もうやめろよ親父、大した戦力にならないのは今回で分かっただろ。じゃあ奴らの力は、あれも軽微な現象ってやつなのか。600人の兵隊に力を与えてたってのか。今分かった、親父は人間じゃねえ、エネルギーの怪物だ。絶対者。お前はリツの兄貴か。ということは俺の仕掛けた起爆剤はうまく着火したのか。怒ってるとこ悪いけど、もう逃げた方がいいぜ。あんなのに勝てる人間はこの世にいねえ。こいつ変わったな。
リツの兄貴、やつはエネルギーを他人に与えたり奪ったりできる。それに加えて大量のエネルギーのストックがある。こっちはもうガス欠で動けもしねえってのに、うん、これは。おお、なんとか立てるぜ。やめろ。リツの兄貴、構わねえからやっちまってくれ。やめろ。まだだ。親父の気配は消えたんじゃねえ、変わったんだ。おう、リツ、走ろうぜ。ここじゃ巻き込まれちまう。悪い、全焼した家の修復はこいつがするから3日ほど待っててくれ。3日って。親父はどうなる？いや、たまに会ってるよ、母ちゃんなら。いつも親父の近況なんか聞きたがってさ。できれば母ちゃんに親父の今を知られる前に止めたかったけど、今朝電話したら今度会いに行くってさ。だから一人で勝手に終わった気になるのよ。まだ母ちゃんに怒られる役目が残ってんだからさ。よう、リツ、 すげえ格好してんなお前。まあけど割と似合ってるぜ。あぶねえ、簡単にやられそうになってんじゃねえよ。やばかったぞ今の。ダメ親の社会奉仕に協力してやんねえと。一応息子としてさ。こいつはまさか。マジかよ、リツの兄貴とぶつかるなんて気が引けるな。優しい親父なんて見たことねえけど。直撃。親父、おい大丈夫かよ。騒ぐな。わざと食らってたのか。作戦はガス欠狙いね。了解。待ってるよ。ぶっ飛べ。チャージボム。マジかよ。そうきたか。いやいやいや、俺たちの全力が吸い込まれた。くそ。ごめん。何くだらねえことやってんだよ。おい、これはもうどうしようもねえ。逃げようぜ。様子がおかしい。何が起きたんだ。これはもがいている。もしかして抵抗してんのか。内側でリツの兄貴もまだ戦ってるんだ。暴走する自分の力と。はっ、親父は。あれを。無茶だろ、ぶっ壊れちまうぜ。それでいい、私が人柱になれば。勝手なこと言ってんじゃん。覚悟はできている。親父、ああ、分かってる。俺ももう使わねえよ。普通に生きるのが一番大事なんだろ。あの兄貴、これからどうなるんだ。よー、杉沢、元気にやってたか。鈴木。おー、リツ、久しぶりだな。おい、おい、おい、デイリーさん、大丈夫、おめでとうございます。Yeah!